クレー軍はアメリカ合衆国ミズーリ州の北西部、ミズーリ川の北岸に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は22万1939人であり、2000年の18万4006人から20.6%増加した。州内では7番目に人口の多い軍である。軍庁所在地はリバティ市であり、同軍で人口最大の都市は、 ジャックソン軍など4つの軍にまたがるカンザスシティ市である。クレー軍は1822年1月2日に組織化され、軍名はケンタッキー州選出アメリカ合衆国下院議員のヘンリー・クレーにちなんで名付けられた。クレーは後にアメリカ合衆国上院議員とアメリカ合衆国国務長官を務めた。クレー軍はカンザスシティ大都市圏に属しており、 カンザスシティ市北部の郊外都市が多く入っている。クレー軍は主にケンタッキー州、テネシー州、バージニア州といったアップランドサウスと呼ばれる地域から移住してきた開拓者が入った。彼らは奴隷と共にその制度をこの地域に持ち込み、すぐにテネシー州、中部やケンタッキー州で栽培していたアサイやタバコの栽培を始めた。州の中央部。 水売り川の南北両岸に南部人が多く入った開拓地の一つである。その文化や伝統を持ち込んだのでリトル・ディキシーと呼ばれるようになった。1860年の軍人口のうち25%以上が奴隷だった。南北戦争の間、住民は外して南軍を支持しており、戦争が終わった後も長い間、軍庁舎の上にアメリカ連合国の旗が掲げられていた。 1833年11月、多くのモルモン教徒がクレー軍を逃げ場にした。1836年、ボートがモルモン教徒を軍から追い出した。ジョセフ・スミス・ジュニアなど、教会の指導者たちは、数ヶ月間軍内リバティ氏の監獄に収監されていた。2012年5月、末日生徒、イエス・キリスト教会はこのリバティ監獄から6マイル、南西、カンザス式市、 サーシークリークパークウェイ7001に寺院を解消した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は408.86平方マイルであり、このうち陸地396.35平方マイル、水域は12.52平方マイルで、水域率は3.06%である。クレー軍はエクセルシアスプリングス市で、ミッドウェスト、 ナショナルエアセンターを所有し運営している。一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。軍内の高等教育機関としては次のものがある。クレー軍の地方レベルでは民主党が大半の政治を支配しており、軍の選挙で選ばれる役職は6人を除いて独占している。2008年大統領予備選挙2008年の 大統領予備選挙で、クレイ軍は、共和党のミッドロムニーと民主党のヒラリー・クリントンを選んだ。民主党の予備選挙では、ヒラリー・クリントンが1位となり、さらに共和党予備選挙で、各候補に投じられた票数の2倍以上を獲得した。ありがとうございます。